こんにちは、ガミくんです。今回は、タンポポ艦隊でパラドクスやっていこうと思います。で、今7時半、残りあと30分なんですよ、降臨時間が。で、これやる前に1回そのアイテム全突破してその勝てたんで、ちょっと残り時間はこのアイテムなしで勝てるように頑張ろうかなと思います。で、割とね、その、まあ、基本的にこの地雷のダメージは即死なんですけど、その、まあ、基本的にザコの即死だったり ボスの即死だったりっていう方が早く来るんで、意外とね、その、まあ、即死地雷だけど、まあ、ターン爆発する前になんとかすればいい感じだった。まあ、割とここは暴れでなんとかなる感じ。そんなにその挟まらないと削れないほど硬いってわけでもないんで、まあ一体一体ちゃんと殴ってやっていけば十分いける。で、あとね、そのアイテムありで勝った時は、まあアイテムありで勝ったっていうのもあるんですけど、その SS をまともにちょっとぶつけられなかったのが消化不良感。あの120ヒットぐらいで一発かましただけだったんで、あんまりね、なんかちょっと活躍を見せられなかったからやり直してるっていうのもあります。あ、そっか、どうしよう、あそこかで、こう入って上から、あ、やべ、くっそ、上のあれも忘れてたな。ただこれで多分塞がれたから、あとはこのこいつ倒して、で 1P と 2P にルートというか、あれを作る道を作ってあげるかな。で、縦勘で割とここは大きく動いていいかな。できるだけ弱点殴らないといけないんで、まあ、的確に、まあ、2、3回殴れればいいかな。で、やってて思うのは、これ自陣無課金とかでやるとかなりその火力面で厳しいんじゃないのかな。特にラスゲめちゃくちゃ分身が硬いんですよね。あと弱点運もめちゃくちゃその関わってくる。その、まあ、やったことある人ならわかると思うんですけど、分身の弱点の上に来た時、あ、くっそ、弱点隠れてやがる。どうしようかな。じゃあ、配置しておくか。分身の弱点が上に来た時、本当に殴れないんですよね。あれがかなり辛い。あれが連発すると、本当に削るのがしんどいと思う。よいしょ、OK。で、電線切りも一応ね、その、そんな即死級だったり、まあ、あとは毎ターンやってくるような攻撃でもないんで、意外となんとかなる。よし、OK。やっぱラスゲだね、今回のこのパラドクスは全体的にその、まあ、モラルほど簡単ではないけど、その、今までの豪絶ほど、難しくないイメージ。ただ、高リンパで行くとかなり辛い。なんかマリクみたいな感じだね。あ、くそ、これ入れなさそうだな、反射パネルに。うん、やっぱきつい。友情で倒せないかな。きついか。なんかマリクも確か割とガチャゲンキャラ使えば、まあなんとかなる感はあったけど、その降臨でやるってなると適性が本当になかったり、まあ、火力が全然出なかったりして辛かったじゃないですか。あれをなんか思い出す。抜けるな。割とハマっても抜けるイメージある。やっぱ抜けるよね。まあ抜けながらやっていくしかないのかな。お、これなら45度で入れていい感じになるんじゃない。よし、 OK。 いい削り。あとはこれで乗ってあの間に、よし、 OK。 割と慣れてきたな。一回アイテムありとはいえ勝っただけあって、結構そのなんて言えばいいでしょう、立ち回りがわかるというか。まあ一応ここもね、その、まあ、反射になって挟まって倒していくっていうのがなんか山竹のあれみたいなんですけど、意外と、まあ、右上のこいつら見てもらったら分かる通り、貫通で殴るだけでも意外と削れる。もちろんまあ全然その同時処理とかはできないから、こうやって結構ヒラメは受けるんですけど、
まあできるだけ反射で殴った方がいいとはいえ、一応ね貫通でもなんとかなるみたいな、そんなところはある。一応友情も通るしね、超アップだったっけ、あれのおかげで割となんとかなってるかな。でここは間に、あダメだった。意外とやっぱりちょっと判定も、多分ブロックと同じなんだけど、見た目のキューブ以上にでかいんですよね、判定が。それがちょっと目がくらむ時がある。よし、5分だとどうなんだろう、早いのか遅いのか分かんないや。あとは出してる左下から、あーそっか、キューブ邪魔でいけねえ。右下からぐるっと回るか、右上か、右上からぐるっと回る方式で、よし、 OK で 4P がそこでしょ。横間で削るか縦間で削るかだな。 1P そこだから横間か、縦間で削ると 1P のその上とかに止まったりするとルートがかなり制限されるんで、よし、 OK。だからこういうのもちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。だから今これ縦間で削ってたりしたら、その 1P の上とかに止まってたりしたら、もうこれ横間で登っていくしかないじゃないですか。それがちょっとねもったいないかなって。でこれ縦間か、あーしまった、 SS 使ってもよかったかな。まあいっか、そんなにヒット数出ないし。でこれ乗ってるかな、乗ってないように逃げたい。でここ入って、よし、 OK。 真理と逆説の狭間を永遠に彷徨うがいい。で次がここか。でここはね、まあ、あの相手周りの時に2回言ってるんですけど、その一応これザコ全部倒したら覚醒するんですよ。ただ意外とね、その覚醒させて、まあ防御ダウンして削っていくみたいな感じなんですけど、意外とそのなんとかなる、削らなく、そのボス覚醒を遅らせても結構なんとかなるイメージがある感じ。うん、あやべ倒しそう、まあ大丈夫か。そうするとこれで戻ってきて挟まるっていうのはどうなんだろうな。よし、 OK。でこんな感じで結構削れるんですよね、意外と。まあただ、まあ、こうやってザコがどんどん召喚されてくるんで、まあそんなに長いことそのザコ無視してると火種がかさむから気をつけた方がいいんですけど、まあ特に自陣降臨波とか、まあ、降臨多めとかの火力ない編成でやってるときはこんな感じでやってもいいかもしれない。火力、うん、火力というかボス覚醒してから削りやすくするために事前に削っておく。いやきついな、ちょっときつい。そうすると二反射か、いやそれでもきつそうだな。いややっぱり無理か、まあいっか、普通に削れる。貫通でもね意外と削れる。あこれまたさっきと同じことできるかも。よし、 OK。 真理と逆説の狭間を永遠に彷徨うがいい。おお8分、さ最初ね相手前で使った時は13分ぐらいかかってたから、なのでかなりね検討してる。あーでもあんまり削れてないね。友情と、これで倒せるかな、さすがにきついか。でボス透明化で上のこの分身がねかなり辛い。どうしようかな、友情で、いやさすがにきついかな。友情で倒せるならかなり縦間でいけそうなんですけど、まあちょっと怖いんで、みんな下だから SS もなあんまり使えないな。で倒すとボス覚醒で防御ダウンはするんですけど、くっそ、この分身が本当にね弱点の位置でものすごい左右される。多分立ち位置というか立ち回りがこのね3点あるんですよ、上と左右。お来た来た。そしたらどういう動きにしようかな。
キーンハートはちょっとあれだし、こうかな。よし、OK。多分いい位置かな。これで届くはず。倒せるかは分からん。いや、全然ダメだ。ヒット数が稼げない。いや、やっぱ普通に殴るか。まあこうやって配置して、ちょっと削っていくしかないかな。本当にね、この弱点運がきつい。上に行くと本当に殴れないからね。でかなり時間食うんだよね、これが。よし、OK。これが来ると本当に楽。あー、どうしよう。SS で倒すか。いや、まだ5ターンあるから大丈夫。で、地雷も5ターンだから、ちょうど即死と地雷の爆破のタイミングが同じになるね。で、2P 乗ってるんだよな、あの位置に。ちょっともったいない。でも SS、あ、そうか、SS 使っちゃったのか。で、右下。まあ、もうこれは撃つしかないか。まあ、しょうがないね。で、ここから SS 連打かな。一応ね、タンポポの爆発は、まあ、やっぱり、その、あれ。あれよ。ちょっと待ってください。ちゃんと考える。こうかな。その、まあ、一番最後、すべての行動が終わった後に起こるんで。で、これで倒す。よし、OK。で、弱点強化される。先に来い。よし、OK。OK、いい削り。めっちゃいい削り。いや、勝ったな。おぉ、まあ、これは、こうで。これで倒せたかな。まあ、倒せなくても次で同じことできるんで。100、よ、150、いったな。よし、OK。意外とタンポポの SS も、やっぱスパバレ持ち欲しいね。スパバレ持ちと弱点露出来たら本当にワンパンできそう。初の豪絶ワンパンだね。楽しみにしてます。